ボンジョールのゆっくり霊夢だよ。ボナセイラゆっくりマリサだよ。久しぶりの拠点戦やっているじゃない。前回アプデでできなかったからね、今日は張り切ってやっていくのぜ。今日の相手は、黄色がテオクレイル、三白が天使の家かも、三だよ。どっちも初顔合わせのギルドね。黄色も白もどちらも格上の相手だったよ。黄色については有名な三傑がいてね、ドリル三兄弟には手を焼かされたよ。あの、病気の人、と、ずっと立っている人、と、お猿の親戚の人、おいやめろ。いきなり失礼じゃないか。拠点戦恒例のいじりとはいえ毎回怒られるんじゃないかとビビっているよ。気分を害された方がいたらコメントにて教えてほしいのね。ちゃんと私がマリサを叱って今週のおやつ抜きにしておくからね。待て待て、言ったのは私じゃないよ。霊夢が言ったのにいつの間にか私になすりつけるのはやめなさいよ。で、拠点戦はどうなのよ。こいつスルーして私のせいにしようとしている。早く解説しないと今度は白いギルドさんの話もしちゃうわよ。わかったわかった、もうこれ以上怖いことはやめておくれ。今回はあえて河川の占領は諦めて最初から黄色に狙いを定め行動したんだ。我が緑のラクダ団と白の天使の家かも、3は隣同士だったからね。ここで潰し合ってしまうと黄色の思うつぼになってしまうから、立地的に一番遠く有利な黄色から仕掛けることにしたんだ。それにおそらく黄色が一番参加人数が多くて戦力も頭一つ強かったんじゃないかと思うよ。一番強くて立地的にも有利となるとそれは今回最大の問題になるね。なので黄色を狙うことにしたんだ。それにおそらく白と黄色からすれば私たち緑はそこまで脅威ではないから、お互いに潰し合うところから始まったの。弱いギルドの得点だわね。そんな感じで白が黄色を引きつけてくれている間にこちらは黄色を攻撃することに戦力を集中することができたんだ。黄色は戦力が抜けている分単独で白の拠点を襲いバリケードを次々と打ち破っていってたね。でも白もしっかりと攻撃部隊を送り込んで黄色拠点の右側のバリケードの破壊に成功していたよ。下の地図で言うとちょうどこんな感じ。そうだね。それに加え我が緑は左側から黄色の拠点に攻撃を加え左側のバリケードの破壊に成功したんだ。河川はどこが占拠したの？白が撃っているのは見たけど我がギルドは河川を放置したため状況の把握はしっかりとできなかったよ。途中何度か見に行ったけどちょうど白と黄色の前線がぶつかる場所だったから占領するのが難しくあまり稼働していないことが多かったように感じたよ。思えば右下の地図に 100% ってあるけどこれは何？今回の拠点戦から新生物の残りゲージを表示してみたんだ。ただ拠点戦中だから正確な数字ではないよ。途中で確認したりギルメンから報告を受けて私が入力しているから多少の誤差はあるけど、大体の新生物の状況を表示してみやすくしてみたのぜ。お手数でなければコメントでどうだったか教えてほしいのよ。それによって今後も表示するか決めようと思っているのぜ。ちょうど白と黄色が削り合ってくれて私たちの新生物はほぼ無傷の状態ね。作戦の展開としてはこの上なく上々の立ち上がりね。ただこの時私たちはまだ気づいてないことがあったの。どうしたの？確かに黄色は戦力で言えば一つ抜けていてね。白の拠点を攻撃していたもんだから白は防衛で手一杯だったと思うよ。そんな中黄色のバリケードを壊したのもすごいと思うんだけど、選手防衛で後半まで体力を残しておくように作戦を考えていたんじゃないかと、後になって感じたよ。その後も白の作戦のうまさが光るシーンが出てくるので要注目なのぜ。ちょうど黄色の右側のバリケードを白が壊したあたりから黄色拠点で白を見る頻度が減っていったのぜ。それで今のシーンは緑のラクダ団が右側のバリケードを開けたところからアイシールド21をかましているところね。ここで黄色の防衛がきつくなってきたこともあって大砲にて追撃をしていくところになるよ。でも大砲って設置された時に告知されるからすぐに追っかない人たちが飛んでくるよね。一応指示を出して全兵力を使って大砲を守るようにしてもらったんだけど、三欠のドリル三兄弟が襲いに来て瞬く間に破壊されてしまったよ。この人たち強くない？うちのハイパワーのモンブランも美味しく食べられちゃったからね。身内ネタすぎて伝わらないよ。あえて説明はしないけどサバチャのやり取りパクらせてもらいました。これは今白の拠点の戦況を確認しに行っている状況だよ。
この時には黄色は少しずつダメージを負って60ぐらいまで削れているわね。その後黄色が白へ攻撃の兵と向けていたのを緑の我がギルドへ変更したんだ。さすがは黄色の戦力で攻め込まれると防衛するのもやっとだったのぜ。じりじりとバリケードはダメージを負っていっているね。兵隊はリスポーンできるけどバリケードは回復できないんだ。だからバリケードの外で守るようにしていたんだけど黄色の攻撃の圧力が強くてね。拠点から出て防衛するのにすら一苦労だったよ。それでも防衛と攻撃部隊とに分かれて黄色への攻撃を続けていたんだけど、じりじりと押されていってしまっている状況だよ。その頃白拠点ではしっかりと防衛を張り巡らせてバリケードこそ壊れてしまっているものの新生物は80を保っている状態だったね。それで新生物が80になったのね。そして黄色からの攻撃が止んだ白は黄色への逆襲のタイミングが来たんだ。それに加え緑からの攻撃も継続されているためにギルドを相手にしている状態だったね。右からは白、左からは緑よくそれでこれだけ持ちこたえているな。それだけ強いギルドってことだよ。さてここから白の本領発揮だよ。左上の地図をよく見るとわかるんだけどしっかりと偵察に来ている白のギルメンがいるんだよ。そしてこれは倒しても倒しても何度もやってきて偵察をこの後も続けられてしまったんだ。黄色の新生物は残り2割ほどになったところで黄色の攻勢が強まるんだけど、それに合わせて白の黄色兵の攻勢が弱まったのを感じたよ。それってつまりは白はちゃんと戦況を読んでこの後の怠慢になった時に有利な状況を作るためにわざと黄色兵の攻勢を弱めたってこと。おそらくな。感じただけだから確定ではないが、黄色が緑兵の攻撃を続けているのを確認して手を引いたように思っているよ。実際に白から黄色への攻撃参加人数は見たところ随分少なく拠点には大量の兵隊が守りを固めていたからな。もちろん私たち緑のギルドもその状況を把握してなんとか白ギルドにダメージを与えてから怠慢に持ち込もうとしたんだけど、黄色の攻撃の圧力が強くついには全員防衛に回っても抑えきれない状況でね。じりじりと新生物は50まで削られてしまっていたため、このまま自利品になることを予想して残り5まで減った黄色を先に倒すことを決定したんだ。白は防衛に力を入れた状態で余力を使って黄色を攻撃。あえてうちには手を出さずに強い黄色を先に倒させるように仕向けていたのかもね。白からすると今の状況は黄色を倒す優先順位は高いけど黄色の兵とは緑に向かっているから、このまま拠点防衛戦死しながらの黄色攻撃すればお互い潰し合ってくれてなおかつ黄色を先に倒せるもんね。とここでアプリが落ちてしまったんだけど黄色のギルドが落ちたよ。さてここからが早かったよ。黄色が落ちるとほぼ同時に白は大砲を3台フルで出したんだ。それが白拠点の裏の場所に陣取ったんだけど、ここが厄介な場所でね。バリケードと岩に挟まれた狭い場所だったもんで、防衛には最適なところだったんだ。拠点内には少数精鋭大砲、防衛には大量の兵士で防衛。この時我がギルドの新生物は40、相手はほぼ無傷の80。新生物へのダメージスピードを減らしてしっかりと大砲を守っていれば勝手に決着がつくような作戦だったよ。なんとか大砲を壊そうと兵力を向けたんだけど大砲の防衛位置が絶妙すぎて我がギルドの戦力では破壊することができない。たとえできたとしてもその時には決着がついているようなダメージを負っていたと思うよ。このまま敵に有効な手立てが打てずに時間だけが過ぎていくよ。白ギルドの戦士の家かも、3の最後の試合展開はさすがだったわね。戦況を把握、読んでの終盤に向けての展開と布石、そこからの迅速な行動と作戦、見事な積み方で綺麗な勝ちを収められたのぜ。騎士のような鮮やかな玉取り計算された見事な戦いだったと言わざる得ないね。乾杯なのぜ。
それでは、また、